沖縄散策始まるよ。はい、さーい、フッキーです。今日はですね、豊崎のいいやつがあります、こちら沖縄特産市場ヨナーズに来ました。これからちょっと中を見てみたいと思います。では行ってみましょう。建物はこんな感じです。なんかキャラクターがいますね。行ってみましょう。パワーランク持っているキャラクターです。何のキャラクターだろう。姉妹、ちょっと行ってみましょう。ヨナーズ、店内に入ったんですけども、まあ、食事もできるみたいで、このように食堂がありまして、ちょっと今この店はお客さんがいるので撮ってるんですが、隣はお客さんがいるのでちょっと撮りません。こんな感じで店内で食事が取れるようです。でちょっと奥に進みますと、こういう沖縄の特産品が売ってます。シーカーサーの効果効能が書いてますね。あ、この前あの泣き人だったかな、あそこで紹介したシーカーサーでしょうね。トミグスクでも買えるようです。あとはこういう定番の沖縄のオリオン T シャツですとか、ブルーシールも売っております。オリオンビル T シャツは2420円だそうです。ですね。でちょっと、ね、こう見渡すとこんな感じに沖縄のちょっと特産品がですね、たくさんではないんですけども置かれております。進むと、これはギフト用ですね。では行きます。お、サニーレタスを育てているようです。チマサンチュもあります。でここもちょっと今日は工場は動いてないみたいですが、まあそうですね、あのシーカーサーの旬が過ぎてるので、まあ、やってないんでしょうけども、こんな感じであるようです。夢のジャグジということでシーカーサーが飲めるようです。ちょっと飲んでみたいと思います。シーカーサーが出てきました。飲んでみたいと思います。マスクを外しまして、あ、うまい、美味しいです。ぜひ気になる方はこちらに来て飲んでみてください。本当に美味しいです。夢の蛇口、青ビールシーカーサー。沖縄特産市場ヨナーズから戻ってきました。まあ、仲間のお土産というかおやつにですね、この堅揚げポテト、アーサそば味と沖縄シーカーサー味を買いました。ちょっと自分用に完熟シーカーサーゼリーも買ったんですが、この左にありますジャムなんですけど、これはサービスで6ついただきました。パイン味だ、パイナップル味だそうです。
で、このですね、沖縄特産市場ヨナーズではですね、チュラトクという、サイトがありまして、そこで、第7回アワード受賞記念プランということで、開催期間が2023年の5月11日から2024年の5月10日までなんですけど、土日にですね、ジャムを作る体験もできるということで、1グループ、1から4名まででそのジャム作り体験ができるそうなので、興味のある方はちょっと検索してみてですね、チュラトクを検索してみて、この沖縄特産市場ヨナーズ調べてみてください。ちょっともし機会があれば、そのジャム体験、ジャム作りの体験もですね、やってみたいなとは思ってるんですが、その時はまたその時で紹介できればと思っております。こちらででもですね、夢の蛇口ということでシーカーサーが飲めるので、そちらも気になる方は行ってみてください。ちょっとシーカーサーのもう季節ですね、過ぎたのですが、ジュースは美味しく飲めましたので、ぜひ気になった方は行ってみてください。ちょっと中はこじんまりとしていて、たくさん特産品があるわけではないんですけども、食事をしたりすることもできるので、ちょっとランチがてら行くのもありかなと思います。それでは今回はここまで。またやーさーい。この動画が気に入りましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。